あ、でも太郎さんが、太郎さんいる、太郎さん、太郎さんいるぞ、あそこに。太郎さんいるぞ、あそこに。はい、ハトコイです。ハトコイです。アロチャンネルと申します。第1回、第2回、天下一武道会250番さんと一緒に運営をさせていただきました。で、YouTube がメインなんですけども、まだ8600人程度です。よろしくお願いします。お願いします。175センチの60弱ぐらいです。はい。あ、皆さん、はい、どうも。はい、どういたかです。そうですね。まあ、YouTube は今一回やめて、もう一回やったばっかりでって感じで、まあ、体重身長163、まあ58ぐらいですね。はい。イエッ！じゃあ、平田の方。平田はいい。まず最初、A チームの、選手の方たちの、自己紹介の方を一人ずつお願いします。自己紹介と身長体重メインの S です。 D ですか。そう、こちら D だから、これ違うよ。D チーム以外の人、一回この席からどけまですか、ね、また紛れ込んでるようだ。毎回出しゃばろうとしてる方が、まあ、D チームなんで、D チームの方だけがこの小物椅子に座ってください。お願いします。 D ですか。乱入組も OK です。あ、吉川はすみです。政治活動として AV 女優と東横キッズをやっています。ああ、だからセクシーだと思った。セクシーだと思った。キッズのパッキングはセクシーだと思った。ババアという意見もありますけど、ちょっとそこは置いときまして、身長が160センチ、だいたいちょうどで、まあ、体重は55キロくらいかなと思います。ちょっとプラスマイナス5キロくらいあるんで、ちょっとわかんないですけど、よろしくお願いします。青山愛と申します。Tシャツになってるんですけど、もう亡くなった牧久夫先生の5人の愛人の中の1人でした。で、今日は牧先生の意思を継いで、弱々なんですけど頑張りたいと思います。 YouTube は愛青山小屋といって2400人ぐらいですね。皆さんフォロー、そしてコラボよろしくお願いします。あ、身長体重、身長173センチ、体重55キロです。はい、そうです。僕はね、先輩頑張って。そうですね、辰吉良一郎の、時代の、ボクシングの、元日本チャンピオンです。そこ。おお。キックボクシングの MA の日本チャンピオンで、メイタイは、MWA 世界スーパーバンタム級チャンピオンに、4年前になりました。おっ、最近AV 大学の近々デビューします。はい、情報多い。おっ、情報多い。おっ、AV 大学で立ってやれるんだよ。この年でもやれるところをね、見したいところです。以上です。お願いします。身長体重163センチの、63キロです。ちなみに何歳なんですか？58歳です。多分最年長と思います。はい、どうも、アイムです。身長は168センチ、60キロです。格闘経験はないです。8校前に2週間